女装海峡。今日は5月24日。女装海峡発売まで、いよいよあと1週間前ですよ。もう予約しましたか、皆さん。どうしてあんたがここに。体験版をやってない皆さんに補足説明しますと、私はめぐるちゃんではありません。さて、私の正体は誰でしょう。要するに体験版をやれって宣伝なのね、これ。そういうことです。女装海峡では人格が変わったり、男の子が妊娠したり、いろんな不思議がいっぱいなんですよ。毎回毎回思うけど、男の子が妊娠するって言葉は本当に宣伝文句になるのかしら。なりますよ、もちろん。要は女装ハラマセ、略して女装 HR と書いてハードロックと読みたい気分です。そんな新しすぎるジャンルを作られてもな。というわけで、全ての命が男の子という海に帰る女装海峡の発売日は5月31日です。よろしくお願いしますね。本当に買っていいのかどうか、今日でますます疑問が深まったわ。